世界各地でゲリラ的に作品を描く覆面アーティスト、バンクシーの版画展が今日から沼津市の商業施設で始まりました。バンクシーは世界各地の壁や橋などにスプレーで絵を描き、制作中の姿を一切見せない覆面アーティストとして世界中から注目されています。今日から沼津市のララポート沼津で始まった版画展では、バンクシー公認の工房の刻印が押されたシルクスクリーンの版画45点が展示販売されています。こちらはバンクシーが評価されるきっかけとなった風船と少女です。こちらの兵士が描いているのは平和のシンボルのマークです。この絵には反戦に対するバンクシーの思いが込められています。世界に向けて、戦争反対、暴力反対、虐待に対するいろんなメッセージを我々に伝える作家なんですけど、作品に込められたメッセージ一つ一つを皆さんの、ね、目で確かめていただいて、バンクシーの、心に触れていただければ。覆面アーティストバンクシーの版画展は今月30日までララポート沼津で開かれるほか、来月8日からはララポート磐田でも開かれます。